はい、本日はですね、視聴者さんに聞いた直接ダサいと言われたコーディネートをご紹介させていただこうと思います。ということで、どういうことなんかというとですね、以前視聴者さんにアンケートを取らせていただきました。直接面と向かってダサいと言われた格好はどんな格好をしてましたかというのを聞いたんですね。で、これに近いような動画って以前も作ったことあるんですよ。夏場にダサいファッションとか言ってね、タンクトップに七分丈のパンツとか、アンケートあったりだとか、それ以外にもね、冬場にダサい格好とかっていうのもやらせていただいたんですけども、今回はそうじゃなくて、直接それ出さないと言われたような言葉をね、視聴者さんの生の声をご紹介させていただこうと思ってますので、あまり季節は関係ありません。直接的にそれダサいって言われたことってやっぱり覚えてるじゃないですか、ショックやからね。で、まあダサいとまで言われてないけども、その格好って何なんとか、それってどうなんって言われることってやっぱり頭の中に残ってるじゃないですか。で、それをね、お答えいただいたということになっておりますので、今日はね、その辺をご紹介させていただこうということで、本日の流れとしてはですね、服をね、こう着てる中で、まあおしゃれと思って着てるんかわからへんし、別におしゃれじゃないと思って着てるかどうかわからないけども、まあ相手の人とかね、カップルの彼女さんかどうかわからへんし、友達かどうかわからへんし、親かどうかわからへんけど、誰かになんとかやでって言われたっていうのをね、まあなんとかやったらわからへんけど、ダサいでみたいなんかね、あんま良くないでっていう意味でね、言われたっていうことを、まあ一つ一つこうご紹介していただいてね、まあ自分のコーディネートにもね、反映していこうじゃないかというところでご紹介させていただこうと思いますので、本日もお付き合いいただければなと思います。ではね、まず最初からいきたいなと思いますが、最初はですね、レトロ X のベストを着ていたら狩人と言われたということでね、漁師っていうかね、確かにレトロ X のベストってね、その系はありますよね。狩人系の雰囲気もあるということで、どうしてもモコモコしてる感じで、なおかつ僕が持ってる茶色のベストとかはですね、よりこの狩人感のあるというか、まあ漁師感のこうハンター感のあるというかですね、まあなんかそういう感じの、私服というよりかは、この山の中でサバイバルしてるのかなみたいな感じのね、格好になるって言われれば、もうそれにしか見えへんくなりますよね。今までそのこと思ったことなかったけど、これ言われた瞬間に、あ、めっちゃ確かにわかるわっていうのがあったんで、これ見ていただいてる方の中でもね、うわ、やばい、レトロ X のベスト俺持ってないけど、どないしようかなっていうのはね、悩みますよね。そんなこと言われたらね、困りますので、まあそれはググっていただきましょう。レトロ X ベスト、狩人にならない方法とかね。まあその辺はちょっとググっていただいて、皆さんで考えていただこうと思いますので、これ結構ね、6票もいただいてたっていうことで、やっぱ同じことみんな言われてんねんなっていうことで、ちょっと気をつけなきゃいけないところですよね。で、次は何かというとですね、上下白の、シャカシャカのアディジャで笑われたということになりますね。まあ、ジャージの上下っていうのはですね、非常に難しいですよね。っていうのも、スポーツ選手とかやったらめちゃくちゃスタイリッシュに来て、よく CM とかでもね、ミズノとかね、ナイキのステップアップとかでピュッて来てね、かっこいい感じ、特に大谷翔平選手とかやってるんですけども、やっぱ一般の人が着るってなったりして、やっぱスタイルもあるし、やっぱどうしても身長とかもあったりとかするってことで、人によったらね、ものすごいこう着こなす人もいてるんやけども、ちょっとこう難しいっていうのもあったりするんでね、まあ、特にジャージとかはね、外を出るときはね、よっぽど自信あればね、大丈夫ですけど、そんな時じゃないときは、まあ、極力ね、やめた方がいいんかなっていうのがこれで分かったりしますし、でその次はですね、ノースフェイスのマウンテンライトのミネラルグレーがね、作業服じゃないですかと言われたということで、これも言われたら分かりますよね。ミネラルグレーっていう色味って2021年、だから去年の春に出たやつなんですけど、それね、確かに言われてみれば作業着っぽい、シルバーっていう感じなんですよ。で、まあミネラルグレー言ってるぐらいからグレーやねんけども、僕ね、街中でね、女性の方が着てるの何回か見たことあるんですけど、女性が着けるとね、まあそんなことないんですよ。なんでっていうと、おそらくですよ、髪の毛染めてるじゃないですか。皆さん茶色とかに染めてはるから、そうなったらね、別にそんなにおじさん臭くないんやけども、どうしても黒髪とかに合わせると確かにおじさん臭くなるって言われたら、まあ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 、それはね、僕も見たことないからわからんねんけども、なんかイメージはね、つくかなとは思います。で、その次はね、何かというと、ブラウンのボアベストを着ていると、騎馬一族と言われたということでね、騎馬一族がピンとこへん方もいらっしゃると思うんですけども、北斗の拳なんですね。北斗の拳の騎馬一族っていうのが、まあそんな感じの格好をしてるんですけど、まあ、これも狩人と似てますよね。さっきの一番最初の狩人と似てるんやけども、まあもうめちゃくちゃわかるってことなんでね、結構やっぱボア系のベスト難しいかもしれないですね、そう考えてくるとね。だから例えばね、今日はボアベスト着ていったら騎馬一族って言われるし、次の日マウンテンジャケット着ていったらラオウって言われるし、まあ北斗だらけやないかいってなるじゃないですか。だからそういう部分で言うと、ファッションと北斗の拳というのはね、密接に関係性があるのかもしれないっていうところはね、あるかなとは思うんですが、そんなことが言われていると。で、次いきます。シュプリームのジャケット着てたら、田舎でそんな服は職質されるよと言われたということで、これは2つ2票入っておりましたけども、シュプリームってね、結構派手なね、服が多いと思うんですよね。特にノースフェイスとコラボしてるやつとかもね、結構派手やと思うんですけども、やっぱそういうのね、田舎で着てると職質されるよというふうに言ってる方もいらっしゃって、まあ僕はですね、全然普通の格好をしてるけど職質されたことが、現在2回あります。大人になってからはないんやけども、だいたい20歳ぐらいの時にね、2回ほどやられてるということで、まあその時もね、きっちり違法な
なことはしておりません。合法なことしかしないんだけども、ちょっと目がいってるということでね、目がいってるっていう理由かどうか知らんけども、よく目が死んでるって言われてたんで、その時にね職質は2回くらい受けたということがありました。まあこれは服関係ありませんけどね。で次はですね、赤のダウンベストを着てるとちゃんちゃんこと言われたということで、まあこれもね人によるかなと思うんですね。難しいですよね。赤のダウンベストってまあ確かにちゃんちゃんこっぽいって言われたそうやけども、今まで意識しないから言われるとめっちゃ思うけど、確かに長袖のダウンベストっていうか普通のダウンジャケットというかダウンジャケットとかで赤着るのはねなんてことないけど、まあダウンベストもじゃあ赤着ようかって思っちゃうけども、まあ着た後にね、あこれちゃんちゃんこやないかと還暦やないかいと思ったりするんでね、まあ確かにそれはそうですよね。で次ね結構多かった意見としてはワークマンの服っていうことで、これは多かったですね。っていうのも多分さっきのミネラルグレーとちょっと似てるんですけども、最近ワークマンってなんていうの機能的な服結構多いじゃないですか。だからめっちゃいいやんって言って着るんやけども、どうしてもやっぱ作業着から拭えないよっていう人もね中にはいてると思うんですよね。でまあそれ女子が着きればこうおしゃれになるというか、こうあえて着てる感で見えると思うんですけど、例えば40とか50とか、まあ僕も30じゃないですけど30とか着たりね、ほんまのガチの作業していくのと、これなんか森林でも着るんですかとかね、あとなんかこう漁師でもしてるんですかみたいな感じのガチの作業着になっちゃうっていうところで、まああんまり褒めていただけることが少なかったということで、ワークマンの服も今回ランクインしておりました。で次がですね、アークテリクスのブルーの、ジャケット、マウンテンジャケットを着てたらですね、水族館の飼育員と言われたということでね、アークテリクスのね黒っていう色はまあ一応定番であるじゃないですか。他のブルーとかねグレーとかちょっと際どいラインの色味してるんですよ。だからその青を着るとね、水族館の飼育員みたいっていうことでね、まあこれもちょっと気付けなダメですよね。別にアークテリクスが悪いわけじゃないんやけども、今のところねそのアース系のカラーっていうんかな、まあそういうところがちょっと飼育員っぽく見えるのと、あとノーセスのミネラルグレーはちょっと作業員っぽく見えるってことで、そんなことが言われてます。で次がですね、ノースフェイスのボックスロゴ、ロゴマークありますね。ノースフェイスっていうロゴがあると思うんですけど、そこのロゴがね大きいやつっていう風にあるんですけど、まあこれはね大きいやつ着てると、まあどうしてもなんていうのかな、こうまあ子供っぽくちょっと見えたんかもしれないですね。まあそういうところで意見があったりだとか。でその次がですね、ナイキのモアテン、これもめちゃくちゃ多かったですね。モアテンってねスニーカーがあるんですけども、こうもこもこしてるねスニーカーで、復刻して15年ぐらい前かな、復刻してそこからずっと定番で出てるんですけどもね、まああれもね復刻した時はねものすごいこうわすごいなみたいな感じだったんですけど、今となってはね結構数も多いし、足ちょっとボリューミーになっちゃうからね、若い子が履いてるかなっていうイメージもねあるかもしれないですね。でその次はですね、ピチピチのデニム、太ももが太いと言われたということで、もうこれに関しては服じゃないよ、体型なんよということでね、まあそれは人によったらピチピチのデニムが細く見える人もいてるし太く見える人もいてるんやけども、まあまあ確かにそういうこと言われたりしたらね次がショックですよね。あもうこんな着んとこうかなと、もうピチデニムは履かんとこうかなとかって思うんやけども、まあそれでね改善できないといいんですね。僕とかやったらもう顔長いって言われたってこんなもん改善しようないからね、ずっとこれさらした状態で生きやなあかんねんけども、まあ足太いぐらいやったらね太めのパンツ履いたらわからんからまさにいいですよねっていうことがあったり。で次がですね、ノースフェイスの、ね、四角の、リュックということで、よく学生の方とか持ってる、もちろん社会人の方も持ってるんですけどね、まあリュックがね、ちょっとまあダサいということで、リュックがねホモランドセルだということでね言われたということで言ってはりますね。そして次がですね、フレッドペリーのモッツコートということで、それを着てる時にね、あんたセカオバやないかと、世界の終わりのボーカルやないかいということ言われたということで、まあモッツコートのね緑のちょっと着丈長い感じでマッシュルームの髪型してね、マッシュ系の髪型してたらね、あまあもうセカオバですよねってことで、こんなんも言われたら分かるけど、言われるまで全然気づかんけどね、まあそんなんがあったりだとか。まあこれはねちょっと流行りすぎてるから言われてるかもしれないですけど、カナダグースのワッペン、ザっていう感じなんですか、もうめちゃくちゃ流行ってるっていうかね、めちゃくちゃ一時みんな着てたからね、まあそれで言われたとかいうことがあったり。これ次のやつめちゃくちゃ分かる、僕は好きやねんけども、女子は嫌いやろなっていうのがね、バブはね、まあ、ビデイル SL とかいろいろあるんですけども、まあ、僕もバブは持ってるんけどね、なんて言われたかっていうと、ドカジャンっていうふうに、まあ、結局作業着なんですよね。だから女子から見たらデート服ではないんですよ。でも男子からしたら、いや一丁らですよと、この経年変化して長く着れるやつ、もうこれを俺彼女とのデートだから着ていきますって言うて一丁ら来た、あんたドカジャンやないかと、そんなもん着てこんどいでって言われたらですね、ガビーンですよね。え、マジでってなってくるので、まあ、これはちょっと男女によってね、考え方はちゃうんやけども、あんまり女子受けせえへんなっていうのがね、バブアやったりするんかなと思います。で次がね、丈の短いジャケット、進撃の巨人の調査兵団と言われたって言われるけど、ちょっと進撃の巨人が僕ちょっと分からへんから申し訳ないです。丈の短いジャケットね、あんまりあれということで。で次はね、男子1回は通るんですけど、小さい服を着て筋肉ムキムキアピールということで、これもダサいんですよね。ダサいんやけども、ちょっと筋肉ムキムキ、外人とかがこれしてかっこいいから、ね、ちょっと俺もやりたいなと思うけど、細いんですよね。細いから大体プニ
ニュプニやからね、あんまかっこよくならないんですけども、まあ、そんなんがあったりとか、あと次はね、ロゴがでかい服、まあ、とにかくロゴがね、別に何のブランドでもそうやけど、バンとでかいと、どうしてもこう、なんやろな、合わせるのが難しいですよね。その服単体ではいいんやけども、そこからどう上合わせてたり、下合わせようかなっていうのはね、まあ、難しいからね、そのロゴでかいのちょっとあれやな、みたいな感じ言われたら、とは思うんですけどもね、そんなんがあったり、あとダブルのライダースジャケットね、ライダースジャケットもね、こうダブルってやっぱクラシックなイメージがあるから、まあ、それがお好きっていう方もいてるし、まあ、僕はね結構好きは好きなんですけど、まあ、それが昔っぽくてねダサいって言われたら確かにダサいかもしれないですよね。今とかレザーって大体まあシングルがね多いっちゃ多いと思うので、まあ、シングルじゃなくてこうあえてダブルにしてるっていうところがね、まあ、ダサいと言われればダサいかもしれないですけど、ちょっとズキッと気づいておりますけどね。そんなんがありました。でまあ後半ですよ、もうここから後半になってます。これは超具体的、コーディネートを紹介します。シングルライダースを着て、で次太いカーゴパンツを履いて、そしてダナーライト2のブーツを履いてたらですね、一緒に歩きたくないと言われたということで、これは多分おそらく女性でしょうね。女性じゃないとこんなひどいこと言わへんけども、そこまで言うとせめてちょっとその格好どうなんぐらいで止めといてほしいですね。一緒に歩きたくないって言われたらね、もうそれはもうズキン通り越しても逆に痛さ感じへんかもしれんけども、まあ、おそらくですよ、僕が思うにこれは太いカーゴパンツが原因ちゃうかなと思うんですよね。まあ、シングルのライダースって別に今でも着てる人いっぱいおるけど、太いカーゴパンツって確かに少なくなってきてるから、まあ、人の体型によったらねちょっと合いづらいっていう方もいらっしゃったりするんで、あの太いカーゴパンツはあの女子受け結構分かれるんちゃうかななんていうふうに思ったりもしてます。特にまあブーツとかもね最近ではちょっと少ないから、まあ、そんなもあるかもしれないですけど、そういうのがあったりとか、あとミリタリー系のサンダルっていうのがあったりとかするんですけど、特にやっぱミリタリーがやっぱちょっと男には人気やねんけども、女子からとかその周りからするとやっぱこう人選んでるよねっていうことでね、あのあんた好きか分からへんけども似合ってないでとかね、あんたちょっとそれいいと思ってるか知らんけど微妙やでみたいな感じで、まあ、軍隊系あと作業着系っていうのが、ね、ものすごいノミネートされてますので、まあそんなんがねあれなんやろなということがあったりだとか、あとはね黒の T シャツなんですけど、こうぴったりした黒の T シャツ着てる時に言われた一言っていうのが、あんたそれ AV 男優みたいでって言われたってことで、これも結構ショックですよね。僕らの世代とかで言ったらね、やっぱ黒の AV 男優というですね、やっぱチョコボールさんなんですね。向井様お疲れ様ですということでね、いつもお世話になってますということで言ってたんですけども、まあ最近はねあのチョコボール様ではないんですけども、まあそんなんがあったりとかするし、あとそれがにやったら上下デニムのセットアップ、まあ上もデニムやし下もデニムということで、ついこの間カニエ・ウェストがねその格好してたんですよ。あのアメリカのラッパーがねその格好してたから、アメリカのラッパーがするのと日本人がするのがわけが違うんですよ。全く別物になるんですよ。同じ服着てても、もうコーデになった人が全く別物。まあ、基本的にはデニムオンザデニムっていうのはこう混ぜるな危険というかね、やるな危険っていう感じなんで、まあ、話した方がね、いいんかなとは思うんですけど、そんなことがあると。で、もうちょっとです。これさっきのと似てますけど、モッツコートね。あの、世界の終わりスタイルっていうかね、まあ、モッツコートもあるし、あとラグランスリーブね。ラグランスリーブって何っていうと、ここの肩のとこでね、あの、縫い目がないやつ、こうヒューって降りてるんですけど、これももともと軍隊なんですよね。だからちょっとこう軍っぽさが出るんでしょうね。だからラグランスリープのやつもねちょっと微妙って言われたとかいうことがあったり、これは僕らの世代からしたらねちょっと一回はやってたっていうのがあるんですけども、何かというとロンティー着た後に半袖 T シャツ組み合わせるキムタクやないかと。それキムタクやってた、プライドでやってたやつやないかってことなので、絶対男子は通ってるんですよ。その道はちょっと通らせていただいてるんですけども、まあ、もしかしたら今の時代で考えたらないんちゃうかっていうお声があったんかもしれないですけど、そういったお声をねいろいろいただきましたということで、まあまあ総括していくとですね、やっぱり多かったっていうのはね、まあまあ、あの作業着系ですよね。ミネラルグレーもそうやし、あとまあワークマンのねちょっとそういう作業着っぽく見えるっていうのもそうやし、あと軍隊モッツコートとかね、あとラグランスリープとか、そういうミリタリーカーゴパンツとかっていうのもね、ちょっとこういうのは人によってはね嫌がられるっていうのがね、あの今回アンケートで初めて分かりました。僕もそんな軍隊とか嫌われてる感じあんまりないようなイメージだったんやけども、男は好きやねんけど女子から見るとあんまり好きじゃないっていう人がね、あ、多かってんなっていうところが今回新しい発見となりましたんで、まあ、こうやってねいろんな傷ついたこと皆さん言われてるんだよというのはね今回ご報告になってますので、それを踏まえた上でじゃあどうしていこうかな、いやとは言いながら俺はラグランスリーブを着たいんだっていうのももちろんありですし、いや俺は世界の終わりになるんだっていうのもね全然ありやと思うんですけども、今回ご協力いただいた方ありがとうございました。ではねこの辺で終わりたいなと思いますので、本日はですねダサいと言われたコーディネートを視聴者さんから聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。